こんにちは。転売王、堀秀夫です。今日はですね、Amazon 輸出、それに絞った話ですね。それに絞ったって、なんで Amazon 輸出ばっかりやるようになったか、その理由について、ちょっとお話しします。まず今年に入ってですね、アメリカから日本に届く際の、輸送状況というんでしょうか、なんて言うんでしょうかね。特にアメリカの郵便局、USPS を使って送ってもらったものがですね、すごく状態が悪く届くことが多かったです。これは私よく販売してる、オークションのカタログなんですけど、これ100ドルのカタログですね。これ角が折れてるのわかるでしょうか？これね、結構重いんですね。この大きさですからね。で、結構重いんですけど、まあ1キロぐらいありますかね。で、普通に、なんていうんですかね、ヤマト運輸の書類封筒みたいなやつ、ただの厚紙の封筒に入ってますんで、落とせば当然、角が落ちれば曲がります。で、これがね、すごい連続して曲がって届きました。でね、まあ、これ、折れてるよと。折れてるのわかりますね。で、これ折れてるから交換しろとですね、発売元のジュリアンズオークションに送っても、なんでって感じですね。読めるじゃん。そういう、状況です。まあ、100ドルもね、払ったカタログで、この状態でなんでっていうのもどうかと思うんですけど、まあ、それが、やっぱアメリカ人の考え方なんですね。本は読めればいいと。で、本は読めればいいんですけど、日本人の場合は今度読めるから普通にお金を払うってことはしないですね。角が折れてるから嫌だと。まあ、一人ね、オークションカタログ買って待ってもらっていて、交換を申してても、交換し、なかなか来ないんでですね、結局来なかったんですけど、じゃあ、届くの遅いんで、とりあえず曲がったのを送りますというお話をしました。で、そうですかっていう話だったんで、いや、曲がったの送りますけど、もし、曲がってて嫌だったらですね、お代は結構ですと、差し上げますというお話をしました。まあね、そうは言っても、まあ普通払うだろうと思ったんですけど、見事に電話かかってきまして、もらっちゃっていいんですか？いや、まあよくはないんですけどね、言っちゃった手前、まあ曲がったカタログは持ってても私もしょうがないんで、まあいいですよっていうことで、カタログは差し上げました。でね、まあこれはもう、潮時かなと。まあ、輸送のレベルが低くなってきたのもそうですし、アマゾン輸入っていうのは私以外でも結構ね、ノウハウ提供する方増えてきたんで、まあ別に、私もね、いつもクライアントさんに言ってるように、まあみんなができることをあなたがやる必要ないですよという話をしてるんですけど、まあ私自身もね、私じゃなくても、まあアマゾン輸入とか、まあいくらでもノウハウを教える人出てきたんで、だったら別に私がそれ教える必要もないかなと思いまして、ちょっと新しいことにチャレンジしたいのもあって、アマゾン輸出に変更しました。アマゾン輸出に変えたらですね、まあ大雑把ですから、購入者が。発送する人が大雑把で、購入者が細かいとすごい大変ですけど、今度逆ですから、発送する人とは細かくてしっかりしたものを送ってくれて、それを大雑把な購入者に送るんでですね、これはすごい、ストレスフリーで楽な形になりました。で、アマゾン輸出ね、始めるのに結構、いろいろと、準備が必要だったり、調べることが多いんで、ちょっとやってみようかなということで、Amazon 輸入と同じようには始めらんないっていう参入障壁もあります。ですんでね、始められちゃえば、これはすごい儲けやすいし、ストレスも少なく楽しくできるということで、私は Amazon 輸出に特化して教えていくことにしました。まあ、結構ね、おすすめです。自己資金全然ないですとかね、月に3万円の収入があれば、十分ですとか、いう方にはあんまり向かないですけど、そこそこね、何十万か100万ぐらいの予算は取れて、で、月10万以上は儲けたいという方には、まあおそらく今一番おすすめで、儲けやすいのは Amazon 輸出です。